当社のちょっと簡単な、概要の説明をしますが、多くは細胞の表面に、拡散していまして、細胞の顔として知られております。脂質や、タンパク質に糖鎖が付加されて、それがレクチンなどに認識され、内側にシグナリング経路などが引き起こされて、さまざまな生物学的な現象に関わっているというのが知られています。またさまざまな、多様な種類が、形をとりまして、タンパク質とかプロテオグリカンとかの長い分子や、短いオーグライカンとか N 型糖鎖などもさまざまありますので、これらをもっと理解するために、ガイコスモスというポータルを、作ることになりました。糖鎖研究の位置づけとしては、2012年にアメリカの NAS が、この報告書を、出しまして、糖鎖研究の対象は医学だけではなくて、エネルギーや材料科学にも、及ぼす、影響するということで、将来的には糖鎖研究がすごく重要であるということを報告されました。で、昔から日本では、糖鎖研究がされていまして、重要な糖鎖酵素の解析および6割以上の糖鎖の遺伝子をクローニングされたのが、日本人の研究者によってされていますので、糖鎖は、我が国は世界をリードしているというふうに言えます。したがってこれは多くのデータを糖鎖データが日本において集まってありますので、それを一つのポータルからアクセス可能にするために、糖鎖ガイコスモスポータルを開発し始めました。でまだ先月公開ベータ版を公開したばかりなので、まだ開発段階なんですけど、スタンダードって今糖鎖の標準形式やオントロジーなどをアクセスできるようにして、あと糖鎖のリポジトリとして外糖管というのが3年前から開発していまして、糖鎖にアクセッション番号を振るシステムを作っております。また他にもリポジトリを作って、後で説明します。またデータリソースとしては、糖鎖が関わるパスウェイや、化学構造、グライコーム、レクチン、遺伝子、タンパク質も集めております。ベータ版の、メインページですが、上の方にリポジトリという部分と、下の方にリソースとしてデータリソースとその標準という部分でできてまして、この、クリックするとこの詳細のものがありますけど、左側にすぐアクセスできるようにメニューが設置されています。でリポジトリの部分なんですけれども、まず最初に糖鎖酵素のリポジトリとしてグライ糖管というリポジトリが今、世界的に使われています。研究者が自分が発見された糖鎖構造を、登録すると、グライケン ID が振られて、それを論文などに、使ったりして、他のデータベースに取り入れてデータが共有しやすくするために、使われています。でそれが、去年、外交バイオロジーのフォーラムとして多くの世界的に、有名研究者と一緒にホワイトペーパーを出して、もう100人以上の研究者が支持するという報告が出てました。でこれがグライ糖管のメイン画面ですけど、今11万件以上の糖鎖構造が登録されています。そしてグライ糖管パートナーとして、現存する多くの糖鎖関連のデータベースとも連携して、すべてこれらのデータにも連携して、糖鎖構造から他の情報もアクセスできるようにしています。グライ糖管は糖鎖構造をメインにしていますので、生物種とか糖タンパク質の情報とか脂質や化学構造などは他のキュレーションされたデータにアクセスして見れるようにしています。一つのエントリーページですが、多くの情報がありまして、ID 番号が上の方にありまして、そこで、まず最初に文献情報、PubMed ID ですけど、ここに表示されます。でもしこの、例えばこの構造に対して新しい文献が発見されたら、ここにもうすぐ登録することも可能にしております。スピーシーズは他のデータベースから取ってきた生物種の情報や、で他のデータベースのリンクが、一覧が出ます。で、下の方に、糖鎖のモチーフという、よく、生物学的に、機能的な、部分構造を表示してまして、最後に、表記方法が表記法が、表示されます。
他 の, あ の, あの使い方はブースの方で説明しますので、ぜひ来てください。で、今開発中なんですけれども、外交部というのが複合糖質の構造リポジトリ、ということで、まあ、最初は今糖タンパク質をメインにしてますが、糖脂質や外交細胞、まあ、糖鎖が関わって、糖鎖が含まれる分子なら、ID 番号フルシステムを今作っております。今はユニプロットの ID に対してそのサイト、就職部位と糖鎖構造を入力すると、その全体が一つの、DC 番号が、振られて、エントリーとして入ります。今のはまだ準備中なので、今年度中には公開する予定です。でもう一つが外交ポストといって、多くの糖鎖構造は質量分析によって決定されますので、その質量分析の生データを登録できるシステムも作っております。すでにユニカーブ DR というのが外交ミックスだけ、糖鎖だけの質量分析を登録するシステムであって、で、外交プロテオミックスの場合は外交ポストに直接入るようにしています。でこのようにウェブアプリを作ってまして、プロジェクトごとに、同じような情報などは再利用できて、素早くデータを、アップロードして登録できるようなシステムを準備しております。でデータリソースの部分ですが、下の方にジーンズ、プロテインズ、リピッツの方をクリックすると、上の方に外交ジーンデータベースと外交ディジーズジーンデータベースがありますが、これらはもともと ACGGDB というデータベースに入っているもので、すでに RDF 化、セマンティックウェブ化されてますので、すぐこのような情報が見えるようになっております。遺伝子リストは人とマウスのデータ、搭載遺伝子なんですが、このようにファミリーとか、パスウェイ、キーワード、ドナー基質とか発現する部位によってフィルタリングして検索することができます。で、グライコームっていうのも、部分もありまして、トータルグライコームというデータベースと、グライコームアトラスがアクセスできるようになっています。ちょっと時間の都合上、グライコムアトラスの方を表示しますが、このように人とマウスと、最近ゼブラフィッシュの、それぞれ臓器別の糖鎖構造の一覧が見えるようなシステムになっています。なので臓器をクリックすると、その臓器で発現されている糖鎖構造が見えます。で逆に一つの糖鎖構造をクリックすると、それがどの臓器に発現しているかっていうのがハイライトされて見えるようなシステムになっております。で、あとはパスウェイ、糖鎖が関わっているパスウェイが多くありますので、それをリアクトームから取ってきて RDF 形式で3万3000糖タンパク質が関わっている7000ニートのパスウェイを、取得して、このように可視化できるようなシステムを作っております。まだ初期段階ですが、これから糖鎖の情報とかを追加していく予定です。ということで、ガイコスモスとしては、今は糖鎖科学のリサーチを、研究を支援するための基盤を作っております。できるだけユーザーフレンドリーなウェブポータルを初心者でもアクセスできるようにして、目的の情報が見つかるように心がけています。でスマートウェブ技術を使ってますので、多くのデータを統合できるような形にしています。はい、これがツイッターのアカウントです。で最後にグライスペースアライアンスというのが、8月に作りまして、実はアメリカの方でもグライジェンという糖タンパク質を統合するデータベースプロジェクトが始まりまして、あとスイスにもグライコミックス at エクスパシーというサイトがありまして、これもやっぱり多くの糖鎖関係のデータベースを統合しようとしているプロジェクトがあって、競争したくないということで、グライスペースアライアンスというのを作りまして、同意書を作りました。ということで、この3箇所でデータをすべて共有して、オープンデータ、オープンソースコードをすることによって、同じデータをどこからでもアクセスできるようにする仕組みを作りました。まだできたばかりなので、これから定期的に集まってデータの更新方法とかを協議しながら仲良くやっていきます。はい、以上です。ありがとうございました。